今日セカチューンの動画は、今日のセカチューンは、今日は東京です。はい、というわけで今日はね、ちょっとね、すっげー個人的な話なんですけども、今日のお昼ご飯に私はカレーライスを食べたんだけども、そのカレーライスがなんか薬膳カレーっていうのかな？なんかこう薬というか、こうなんだろう、なんか体に食物性油とか、そういうなんかちょっと体に良さそうではないものを全部使ってなくて、すごいね、そのガラムマサラとかさ、ターメリックみたいな、そのスパイスとか香辛料だけで作った超健康志向のカレーライスを今日お昼食べたんですけども、あのね、なんだろうね、そんなね辛くないんですよ。そんな辛くない、ちょっと辛いんですけども、辛く、あんまり辛くなかったんですけども、食った瞬間舌がビリビリして、もう麻痺って、もう味が分かんなかったんですよ、苦すぎて。薬膳カレーってこんなに薬なのと思って、もう苦くて本当ね、もうどうしようもなかった。で、なんかもう、辛くないんですよ。その辛口カレーを食べた汗のかき方とは別の、すごい謎に体中から汗が吹き出てきて、汗が止まんなくてポタポタ落ちてきてて、で、店員さんがちょっと心配そうに来て、大丈夫ですか？辛かったですか？って言われて、いや、辛くないんですけど、なんかすごい汗が止まんないし、なんか舌がビリビリして、すごいですね、みたいな話をしたら、それは君、体調が悪いんじゃないのって言われて、徹夜明けだったんですよね。徹夜明けだったんで、ちょっと体調が良くなくて。で、なんかね、その聞いた話によると、体調が悪い人は、その薬膳カレーを食べると、すごい苦味を感じて、めちゃくちゃ汗かいちゃうみたいな。なんかすごいこう、いいなって思いました。俺何の話をしてんだろう。腕が疲れてきたね。俺の、要するにね、何が言いたいかというと、薬膳カレーを食べて、なんか今日はすごい健康になったなって思った日でした。以上、今日の最後としては、薬膳カレーぜひみんなを食べてみましょう。